それは、やっ、おばあちゃんもただでさえ暑くて手間がかかるんですからね、もう本当にそう、やっ、18になりました。18、やっ、おばあちゃん。ふるさとからのあの子の手紙が、秋の匂いを運んできた。あの子の好きな落ち花一つ、帰ってきてと告げている。ああ出れば泣くこともたまにはあるさ。もう少しこの街で頑張るよ。もう少しこの街で頑張るよ。去年の秋はあの子がそっとリンゴを剥いてくれたよね。今夜は一人皮も剥かず、思い出だけを噛みしめる。ああ戻りたいけど戻れない。生きてれば立ち止まりするさ。もう僕は独り立ちできるはず。もう僕は独り立ちできるはず。